袖付け波板とパイプの複合型、後方に波板の裏面ガードレールは車両の逸脱の防止等を目的として設けられる車両用防護柵の一種。道路の路肩や歩道との境界、中央分離帯などに設けられる、たわみ性防護柵の内ビーム型防護柵に分類される。なお、同様の目的を有する車両用防護柵としてガードパイプや ガードケーブル等があり、ガードレールとは厳密には区別されるものであるが便宜上この項目で扱う。ガードレール等の道路用防護柵の設置の主目的は、進行方向を誤認した車両の路外逸脱防止、車両乗員の障害や車両の破損の最小化、逸脱車両による第三者への人的、物的被害の防止、車両の進行方向復元である。 一般的には道路に埋め込まれた支柱にビームが取り付けられた構造をしている。交差点や横断歩道などでの切れ目には波板ではなく歩道側に丸く沿った袖レールが取り付けられる。高さは場所によるが80センチメートル前後が一般的である。日本でガードレールは1958年に神奈川県箱根町宮の下交差点付近に初めて設置された。なお、 警官への配慮や干抜材の有効活用を目的とした木製のガードレールもある。長野県では自治体としては全国で初めて木製ガードレールの開発に着手した。ガードレールは進行方向に重ねられ、沖縄県の730でアメリカ式の右側通行から日本式の左側通行に改めた時に進行方向に合わせて重ね直された。 防護柵は次のように分類される。防護柵に鶴生の植物を絡ませたものをロードトレリスという交通安全対策と緑化を兼ねたものであるが交差点付近では見通しが悪くなるため使用されない。日本でのガードレールの設置にあたっては国土交通省道路局の方針を定めた防護柵の設置基準で設置される場所、目的などに応じて SS 種 c 種などの強度種別が決められており、道路区分、設計速度と設置区間に応じて設置基準が定められている。例えば、高速道路の一般区間には A 種が、主要国道などの一般道路の一般区間には B 種が用いられている。黄色のガードレールが設置された山口県の道路白色の防護柵は、視線誘導効果が高い。しかし、白色だと、 周辺環境から浮き立ち、錆や汚れが目立つといった欠点もある。2004年以前に設置されたガードレールの標準色は白色であるが、高速道路や国道などでは灰色のものや銀色がある。現在は良好な景観形成に配慮した適切な色彩を基本としている。山口県道には黄色のガードレールがある。1963年。 第18回国民体育大会が開催されるにあたって当時の橋本正幸山口県知事のもとガードレールを山口県特産の夏みかんの色に塗り替えることが提案されたものと言われ現在でも山口県管理の道路は黄色のガードレールが標準となっている広島県ではアーバングリーンのガードレールが使用されている地域もあるまた 岐阜県飛騨地方の国道41号では白いガードレールの上部のみを黄色に塗装したものを使用している区間がある。2005年5月28日、埼玉県行田市で自転車に乗った中学生がガードレールの次目に刺さっていた鋭い三角形の金属片に触れて怪我をする事故が起こった。 悪質ないたずら説や人為説などが浮上する騒動となったが、その後の調査では、同年6月3日時点で、全都道府県の4200カ所以上に、ガードレールの次目に鋭利な金属片が刺さっていたことが判明し、それを受けた国土交通省の緊急点検結果報告では、6月8日時点で37,893カ所で同様のものが確認された。その後、 国土交通省で専門家による防護策への付着金属片調査委員会を発足させて詳しい原因を調査した結果、同年7月29日にほぼ自動車の接触事故が原因とする最終報告書が出された。調査委員会は今後の安全対策として道路管理者が歩行者の視点に立った道路点検などを検討するよう提言し、 金属片が付着しにくい、防護策の開発を目指すべきと委員会が設けられた。これを受け、基準の解説書の改定版が取りまとめられた。ありがとうございます。